はい、マサジローの伝承京料理。今回は随記。この随記というものを炊いていきたいと思います。随記でこれ何かいなと申しますと、里芋の傭兵のことなんですね。下にこう芋ができるんですけれども、その随記を取るためにこの傭兵の部分が成長するような栽培の仕方をして、それで収穫されたものです。今日のやつは南丹の日吉さんですね。京都の南丹の日吉っていうところで採れた随記を使っていきます。随記ってね、3種類あるんです。まず真っ白のやつあるんですね。これ紅随記っていう随記なんですけれども、白いやつはダスっていうんですけれども、育てる時にこの太陽に当たらんようにコモで囲ったり紙巻いたりして、育てるとこれ全体が白く育つんですね。そのダスっていう種類と、もう一つハスイモっていうね、青いこの、この傭兵だけを食べるために育てられた青いこう中がこうスカスカになってるんです。ここがでハチスみたいやというところから、ハスイモっていう言われてるそうです。それの傭兵を使った料理なんですけれども、京都ではこの紅随記を使うことが一番多いですね。でまた干し随記、これ皮むいてお日さんに干しといたやつ、これを芋柄っていうんですけれども、これはまた常備菜としてご家庭に置いてはるところが多くって、水で戻してでアクを抜いてそれから炊いていきます。今回はこの生の傭兵をお揚げさんと炊いた料理っていうことを紹介していきます。まずですね、これ切るんですけれども、鍋のね長さに合わせて切らんと湯がけないんで、今回ちょっと大きな鍋使いますんで、だいたいこれくらいの長さですね。これ切りまして、で、バットに水を用意していただいて、これ酢なんですけれども、アクを止めるために酢をちょっと垂らします。でここでこの切り口がすぐ黒くなってきますんでね、一旦こうつけてからこの随記の皮を剥いていきます。まずね、大きいのからいきましょうか。これを包丁でちょっとだけこうこのようにスーッと剥けますんで、全体をこう剥いていきますね。でこっちから剥いたら、また反対もちょっと同じようにこうやって残ってる場合がありますので、反対からも剥いていきます。でこのように剥けましたら、この薄い部分ありますね、端のここはもう除いてしまいます。で剥いたやつは必ずすぐ酢水につけんと、アクがどんどん出てまいりますんで、すぐ酢水に取っていくということですね。で反対からも同じように剥いていきます。はい、でこの薄い部分がありますね、これはもう最初から取っていただいても大丈夫です。これね、続けて剥いてるとね、アクがすごいんで指真っ黒になりますんでね、時々このつける酢水で、指も一緒にちょっとこうすすぐような感じにせんと指先が真っ黒けになってしまいます。
を向いてつけたらちょっと指も同じようにさっとつけて、このようにどんどん向いていきますね。で今日はこの随喜とお揚げさんを炊くんですけれども、京都のおまわりって呼ばれる常に食べる毛のおかずですね。これはお揚げさんと炊く料理って結構ありまして、菜っぱとお揚げさんを炊いたり、まあ場合によっては鉄板に分け木とお揚げさんをあえたり、そんなこともしますね。結構ね、美味しい有名なお豆腐屋さんが量産ありますんで、お気に入りのところでお揚げさん買うてやっていただいたらなと思います。でね、これやったら中にちょっとこう巻くように芯のようなもの入ってますね。これもアク出てまいりますんで、この時にも取ってしまいます。こうして、んで中の取っておきます。このようにこんなようにどんどん剥いていきます。あとこれお味噌汁に入れても美味しい具材になりますんで、お産を終えた方にね、随喜食べていただくと産後の日立ちが良いと言われてます。はい、それでは随喜と一緒に炊くお揚げさんですけれども、大体これ3センチぐらいかなにいって、中のこの白い部分もありますね。これこうスプーンで細めておきます。でそれをこう重ねて細く刻んでいきます。このようにですね。できれば中の白い部分ですね、これを細げてから刻んでいただくと美味しくできます。まあ、家庭ではもったいないのでね、そのままやっていただいてももちろん大丈夫です。うち道楽ではご飯に入れる場合でも、こういった炊き物に使う場合でも、中の白いところを細げてから使います。その白い部分はおかずの、まあ、味噌汁の身にしたり、まあ、それに残さないようにね、使っていただいたらなと思います。はい、それでは随喜を湯がいていきたいと思います。皮をむいた随喜ですね、これを湯がいていきます。まず鍋にお湯を沸かしまして、煮立ったところにまた酢を入れます。はい、ここへですね、随喜、なるだけこう太いのから順番に入れていってください。で先に太いところを入れてしまって、それから先の方ですね、細いところを順次入れていきます。はい、これでですね、大体 4、5 分間、4分ぐらいですかね、この太さだと。4分ぐらい湯がいて、冷水に取っていきます。